こんにちは、無双剣武術会の山本です、えー。今日はですね、えーまあ、無双剣の剣の振り方の2回目です。えー、無双剣の剣の振り方はま片手で振ると基本的にそういうことになってるんですけども、どうもこれをあのよく まあの反応が起こるのを邪魔をしないようにするためのようなんですよね。えー、両手でしっかり握ってしまうと、まあ、無双剣の場合はですよ、えーしえー、潜在意識からの自動の反応ということになってますんで。 両手でしっかり、片手でもですね、しっかり握って、えー、このように打とうと、このように切ろうとするとですね、自分でやることになったんですね。自分っていうのはその、物心ついてから自分だと思っている心、まあ、表面的な意識と、今までの肉体的な経験とかですね、身体が覚えていることで、 えー、考えて作為を持って剣を振ろうということになってしまうと潜在意識からの自動の反応を自ら「いやこっちでやりますよと」とやってしまうってことになりますんでどうもそのことも関係しているようなんですよ。ですから、えー、無双剣は 片手ででなるべくですね、剣を振りますけどもその振るゆえんはあの勝敗を取り沙汰しないと勝敗はもう捨ててるとじゃあ何なのということになりますと大げさに言いますと生死のことなんだけどもギリと人情とかですね ととか情けなことなこんですよそれを忘れないどんなことがあってもそれだけは忘れないように相手を切るっていうことにこう目的があるっていうことじゃないわけですよね。義理と人情まこと情けをずっと貫き通すんだということなんですよ。 これあの、よく考えてみますと、あの例えばその船のです、ね、客船の船長とか、そのように生きてほしいとか <laughs> 思うと思うんですね。えーまあ、客船の船長と県と関係があるのかと。 まあ人間のやることですから客船の船の大型客船とかですね多くの人の命をまあ船長がまあ預かるっていいますかなってると思うんですけども一人と一人の危険で向き合った場合でもですね一人と一人が二人と三人とか 5人と上人,人とかってこうなってって多くなれば、まあ、同じような感じになるとまあ宮本武蔵先生の五輪の書にもあの一人と一人の戦いも大人数のと大人数の戦いも同じようなことというようなことが書いてあるんですけどえー、つまり 客観的に見てた場合はですね一人と一人の剣を交えた場合でも儀とか誠でやってくれよって客観の方からはそう思うと思うんですよ。客観の自分からですね。本当の自分はそう思うと思うんですけど、えー、そのことがまず剣を片手で振るっていうことに に対してもですねこう分かってくるとなるほどとなとこう分かると思うんですねつまりやっぱり勝ち負けが前に来ると目的に第一目的に来ますと何としても勝つんだとということになると思うんですよですからそこをちょっと落ち着いてやはり考えてあ勝ち負けではないのかと。 それをまあ合点した時に、まあ、落ち着いて片手で振らないと落ちるだけと普通振っちゃうと思うんですね片手で有効に振ろうと重い刀とか長い刀でも両手と同じように振ろう振り上げようってこう思うと思うんですけどそうではなくて 自動に任せるという心になった時に剣は自動に走って自動に止まってしまうということが起こるようなんですよ。でこれは私だけじゃなくてですねあの、まあ、私がお教えした仲間の方たちがそのようになっておりますのでやはり同じ意見とまあ いうことになりますんで <laughs>、えー、やはりその当時のですね昔の、えー、心の剣信法の剣に到達した方のですね書き残したものはその通りだなというようなことが多いですね。えー、まあぜひ興味のある方はお試しになっていただいて片手で良き加減ということもなく 強くく振るってこともなくただ心のままに落として住んで止まるというのを味わっていただくと心の剣にほぼ到達して,していきますのでそのコースに入っていきます。ではまたお会いいたします。